王の特攻王の特攻王の特攻から1931年2月15日は戦前日本の教育者。三重県市販学校校長、第三高等学校教授、高知県立第一中学校校長。旧桑名藩士。陽名は、しげるサブロウ。王名に死宿し、王城高と合した。十四位、君四等。加映四年十二月十八日、桑名藩士。 関根雄右衛門の三男に生まれ、同藩士、王の隆兵の養子となった。藩校立教館に学び、明治維新後東京に出て、安井即県家塾で漢学を学び、また藩主、松平忠教とともに、加藤桜郎に、英語、数学を学んだ。明治8年3月東京市藩、学校小学市藩学科を卒業、大阪市藩学校一等訓導を経て、明治10年、 家族学校創立にあたり教授研主事となった。明治12年大阪専門学校に転任し、修身、漢文を教えた。明治19年文部省専門学務局第1課長。明治21年30県市販、学校校長兼学部課長。明治23年2月25日第3高等、中学校教諭として、京都に移り、7月1日漢字。 8月16日、社官兼教授、また、書務主任等を兼ねて、官文を教授し、明治44年1月7日病気のため遺願、退官した。明治44年3月18日、鉄道院西部、鉄道管理局に配属された後、高知県立第一中学校長に任命され、大正4年同例のため退職、京都に帰った。晩年は第二本部特会幹事。 金爪議員、一徳会評議員。昭和2年発、脳を病み、家にこもるようになった。この王の特風は、岐阜県吉木郡船津町上岡水田勤務。ABCDEF、元第三高等学校教授、王の徳郊外一名特使女医の件、退職判事交換、長寿アジア歴史資料センターレフ、A120 億9500万8300。 東京朝日新聞1931年2月17日長官、7ページ、死亡記事。ABCD 課田国のり、課田国のり事歴きふ、課田19に、昭和6年、P327 から328、ABCDEFGH、第日本人物名マキ巻ンのに、ルーブル出版部、大正10年、P124 から125、 東京高等師範学校一覧明治30から32年、高等師範学校、明治31年、P224、加藤小学作文会定巻の一扉、官報第8321号、明治44年3月21日、P524、上高あり校奥垣、官報第8321号、明治44年3月21日、 P521 ありがとうございます。